いさのまがしょえいやこらまがせえいやえいやえいやえどよいさのまがしょえいやこらまがせ末端大悟の出汁に昭和しょぱくて食らわんねちゃえんやえんやえのよいさのまがしょえんやこらまいらしていただきまして本当に感謝感激です。今日は元気にやってまいりましょう。渡辺恵リサイタル、これリサイタルっていう名前のそのコンサート生まれて初めてなんですよ。今までね、夢見る力コンサート、あとビューティフルコンサート数々、まあ、やらせていただいたんですけど、リサイタル、これリサイタルとコンサートの差は何か、スマホで調べましたよ。そしたらギョッとしましたけど、これ喋ってると3時間ぐらいかかりますから、これはまあ喋らないで、でちょっとね、さっき鏡見たんですけど、ちょっと天童よしみさんに見えませんか。私さ、ちょっと渡辺恵ですって言う前に天童よしみですって言おうかと思ったんですけど、ちょっと誤解されるといけませんか。だって天童よしみさん尊敬してますから、そのからかってるわけじゃないんだけど、どうもこの感じがちょっとそう見えちゃったと。でこの衣装もね、まあ、このために作ったわけじゃないんですよ。これが私が43歳の時に、今から23年前に作った、実はあのドレスなんですけど、もう忘れてるだろうと思ってね、それ見た人、これ見た人いますか、このドレスで歌ってるの。
覚えてる、あ、覚えてる人が一人いましたね。これあの時沢田研二さんの君を乗せてとかこれで歌ったんですけどね、群衆とか、まあ23年前ですから、まあ、もういいだろうということで、今日はもうあの最後にこれを着させていただいた、こういうわけなんですね。それで今、3曲メドレーで、まあ、素晴らしい編曲をね小泉さんやっていただきまして、メドレーで初めて歌わせていただきました。それはまあ、あの何が言いたかったか、このテーマは私が山形出身だと、こういうテーマのメドレーですね。それでその山形の美味しい空気、美味しい水の中で66年間育ってきたんだよと、これ自己紹介の、まあ、歌ということで、それと今日はですね、いろいろあの、まあ、これすごく早口ですけど皆さんついてこられますかっていうのはね、7時半、コロナ禍ですから7時半に終わさなくちゃいけない。だからいつもみたいにゆっくり話していられない。だからいつもの3倍のテンポでご話そうとしてるんですけど、大丈夫でしょうか。じゃあよろしくお願いします。皆さんもだから耳をこう、ね、こう凝らしていただいて、それでちょっと早いよったら早いって、あの言ってくださいね。